バウアー投手、DeNA からいつでも戻れるオファーをもらっている。同記者が最近になって話をした複数の球団幹部は、バウアーについて、彼はもう1年、日本にいる必要があるかもしれない、と話したという。また同代理人は、古巣の DeNA からはいつでも戻れるオファーをもらっていることも明かしている。なんかここ数週間日本もいろいろあってバウアーの炎上もすっかり風化したし、 DeNA さんとしては受け入れ OK なんかな。もうモチベーションクソ低いやろ。仲良っかって言ったけどあれは嘘だ。オファーはともかく金額は折り合うかな。山本由伸が沢村賞を取ってメジャー行ったから来年は沢村賞狙いでジャップでやるやろ。オファーもらってるのにまだ決めないのか。あと1年日本にいたところで状況変わるんか。今永も石田もいない横浜に戻る意味ある？どんだけメジャーで嫌われてるねん。筒香みたいにマイナーから出直せんの？よっしゃこれで穴が今永だけで済むわ。いけるんちゃうか。マジで勘弁してくれ。あのクソムーブで完全に萎えたわ。モチベどん底で来られてもお互い微妙やろ。アメリカの独立とかでやるよ。でもあれだけ日本でやりたくないアピールして結局日本に残ってもチームメイトと圧力みたいなのどうしても生まれるやろ。どこのチーム行くのかわからんけどさ。いやいやしょうがなく日本でやるよりアメリカでどんな環境でも真面目にやった方がメジャー戻れそう。横浜ファンは歓迎するんか。1年前とは状況が違うぞ。今永も石田もいないから周さん投げさせたるで。ジャップの気持ち悪さに気づいたからもう日本でやらんやろ。ご視聴ありがとうございました。